勤めの時間は終わりですよ。子羊さん、どちらに行かれたのかしら。ひょっとして先にお部屋にお戻りになられたのではないかしら。やっぱり俺はこんなところに行っちゃいけないんだ。俺は俺自身の力で親友の誓いを守らなきゃならないんだ。ここを出ていく。これ以上ここの人に迷惑をかけるわけにはいかない。あなたがここにたどり着いたのもきっと何かのご縁。神に仕える者は救いを求める者を見捨てたりしませんし、また裏切ることもしません。俺は思ってない。助けてほしいなんて。神が御影を助けてくれるとでも言うのか。今外に出てお前に何ができる。できるさ。どけ、俺の邪魔するな。やはり彼は財本使いでしたか。帝国の軍人の多くがザイフォンと呼ばれる能力を駆使して戦うと言いますが、彼もその一人。カスタル、お茶でもどう？ありがとうございます。おや、カモミールですね。神が与えし生命の源を様々な形に変換できる類まれなる力、ザイフォン。主にその力は感情と絡み合って手のひらから発動される。彼の憤りが手に取るようにわかるね。それにしてもすごいね。フラウの遊びにしっかりついてきてるよ。能力値が高いみたいだね。ええ、本当にしっかり遊ばれちゃってますね。どうした、そんなんじゃ俺は倒せねえぜ。聞かねえぜ。今のお前じゃ何もできねえ。思い上がるんじゃないぜ、クソガキ。この俺はクソガキじゃない、デイトクラインだ。ザイフォンだけじゃ勝てないんだよ、帝都。かわいそうに。やりすぎですよ、フラウ。こんだけ痛めつけときゃ、もう出て行こうとはしないだろう。
この子認めてくれないんだよね。テイト君が逃げるとき一緒にいたのに、人質に取られただけだって何にも喋ってくれないんだもん。かわいい妹さんだね。やめろ。家族のために。君の志願書を読んで感動したよ。君は優秀な人材になる。やめてくれ。だから君に選択権を与えよう。家族か、テイトか。見かけ、まさか。人はみんな叶わぬ思いを胸に抱いて生きておる。じゃがあの方ならその思いを叶えてくれるじゃろう。願いを叶えたくば真夜中の鐘が鳴るとき、もう一度ここへ来るとええじゃろう。よしよし。おいおい、にゃんころ、どうしたんだ。